この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙なら君と素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けないの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今も生きている、今も生きている。ありがとう15のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。荒れた青春の海は厳しいけれど明日の岸辺の夢の船よ進め。今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいい。この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います。